ガブリエル・セバスティアン・タマシュは、ルーマニア・ブラショブ出身のサッカー選手。ハポエル・ハイファ FC 所属。ポジションは DF。故郷の FC、ブラショブにてキャリアをスタート。2002年夏に FC リナモブカレストへ移籍し、ガラタサライ SK へのレンタルを経て、2004年1月に FC スパルタク・モスクワへ移籍した。思うような活躍はできず、2004年夏には、 ディナモブカレストへ2006年夏にはセルタデビー語へレンタルされた2007年夏にフランスのアージオセールへ移籍1年間アージオセールでプレーした後2008から09シーズンはディナモブカレストにレンタルされた2009年2月14日トレーニング中にアルコールを摂取した事件に巻き込まれてリザーブチームに降格させられた7月12日 ディナモブカレストとのレンタル契約を1年間延長し、チームメイトによってキャプテンに選ばれた。2010年1月1日、半年間の契約でイングランドチャンピオンシップのウエストブロムィッチアルビオン FC にレンタル移籍した。1月8日のノッティンガムフォレスト FC 戦でデビューし、3月27日のレデ,ディング FC 戦で初ゴールを決めた。デビュー戦から 最終節までの23試合すべてにフル出場し2位でのプレミアリーグ昇格に貢献した5月19日 WBA に完全移籍した移籍金は明らかにされていない2015年8月26日トライアルを経てチャンピオンシップのカーディフシティ FC に1年契約で加入したが翌年2月に FC ステアウアブカレストへ復帰し2年半の契約を結んだ 2003年3月、スロバキア戦で、ルーマニア代表デビューした。2006年に行われた UEFAU-21 欧州選手権予選ではキャプテンを務め、グループを3位で終えた。ルーマニア代表では、守備陣の中心として活躍し、ユーロ2008では、フランス、イタリアを相手に秀逸なパフォーマンスを見せた。2011年8月11日、 代表が宿中に飲酒して宿舎に戻ったことが発覚し、アドリアン・ムトゥと共に代表から永久追放された。その後謝罪したことにより、2試合の出場停止を経て、ムトゥと共に、ユーロ2012予選のベラルーシ、アルバニアとの2連戦で復帰を果たしている。ありがとうございます。